木曜夜はアニメポケットモンスターサン&ムーン、スイレンと釣りに出かけるサトシ、せせらぎの丘近くにある池に池の主って呼ばれてる大物がいるのよ。ほーでっけー、ここに池の主がいるの。次回の注目ポイント、ついに主を釣り上げたスイレンとサトシ、果たして主に勝つことができるのか。